こんにちは8月9日日本株投資戦略レポートをお届けします楽天証券久保田です今日の内容ですけどもトヨタについてお話しします4、6月の決算を発表しました営業利益が9974億円と非常に高い水準高決算でしたまたあのトヨタが去年 12月に発売した水素で走る燃料電池車新型の未来に対する期待も高まっているというお話をさせていただきたいというふうに思いますなお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録お願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますではまずあのトヨタの業績を見ていただきたいんですけれどもこちらはあの四半期別の 営業利益の推移を示しています前期と前々期から示してますけど、前々期って言ってるのは2020年3月期ですね。これ3月決算なんで、第1四半期と言ってるのは4、6月、第2四半期が7、9月、第3四半期が10、12月で、第4四半期がその次の年の1、3月という形になっています。で、これで見ていただきますと、今回発表されたのは2022年3月期の第1四半期。 ですから、まあ、2021年の46月期ですね赤でこう丸つけてますけども9974億円の営業利益を出しましたでこれですね通期の会社予想を出してるんですけども 通期というのは2022年3月1年間ですけれども、1年間で会社は2兆5000億円の営業利益を稼ぐというふうに予想を発表しています。第一四半期で9974億円稼いだということは、これはの通期の予想2兆5000億に対して約40%の利益を出したということですね。だから非常に 高いいペースでで利益を上げているととうことなんですけどで、まあ、通常ですとも第1四半期で40%上げているということはえ、通期の業績予想を上振れするだろうなということで、普通は業績の情報修正を発表するんですけど、今回、不透明要因があるということで、会社はあの通期の予想を修正しませんでしたけれども、えっと、私はこれはあの極めて通期は保守的な見通しで、今後、業績予想は情報修正されて、 年間で3兆円くらいの営業利益を上げられるんじゃないかと予想しています過去最高益を更新していくんじゃないかということですトヨタの第一四半期とても強い決算9974億という利益を上げたんですけれどもそれを高く評価しているのは実はその トヨタにとっって4つの逆風があったからですねその逆風を乗り越えて高い利益を出したということを評価できるというふうに思っています。まずですね9974億という水準なんですけども前期はコロナ禍で世界中の自動車産業がダメージを受けた時です。 2021年3月期の第1四半期見ていただくと139億円の営業利益を出してるんですけどもこの時は世界中の自動車メーカーが赤字に転落して大きな赤字を出しましたからトヨタが赤字じゃなく139億円という黒字だったということはトヨタの底力として非常に評価された決算ですねでそこの139億から今回9970億に大きく伸びたということが評価できるんですけどもで当然比較されるべきはあのコロナ前の営業利益ですけど2020年3月期 46 7406月 7, 6億円を出していますそこから比べても35%増益してますので、まあ、非常にあの高い利益だったというふうに言えると思います。ではそのトヨタが乗り越えた4つの逆風について説明します。一番大きな逆風はこちら出てますけども半導体不足なんですね。半導体不足の影響でで生産ができなくて この46月は世界中で自動車メーカーが実は業績が悪化したり停滞したりしているわけなんです。でトヨタ自動車はですねアメリカで生産が滞っている理由から自動車の在庫が不足してしまってるんですね。で在庫不足というのは2000年の中央ぐらいから起こっています。まず、 コロナで生産ができなかったということで2020年の前半は生産が少ないということでアメリカの自動車の在庫が減ってしまってたわけですね。そこへコロナ後のリベンジ消費で自動車の販売がアメリカで大いに盛り上がりましたので在庫不足になってしまった。そこからフル生産に入ってトヨタは当初の予定では今年の4月ぐらいまでには在庫を適正水準に戻すという予定だったんですね。そこへ 追い打ちをかけたのが半導体不足、まあ、さらに、えー、アメリカで今年の,あの1、3月、深刻な寒波なんかもあった影響で、えー、生産が遅れて在庫水準が、えー、さらに低下してしまったということなんですね。したがってあの需要はあっても売ることができないという売り逃しが発生する可能性があったということなんですけども、ただあのトヨタの説明によりますと4、6月は、 工場出荷前や輸送中の車両に関する正確な到着情報を各店舗で共有したりあとその近隣の店舗で お互いに在庫の情報を共有して店舗間で融通するというようなことによって普通店頭に在庫がないと販売できないんですけど在庫がない状態でもお客様との商談を進められるようにしたという効果で46月アメリカで比較的高水準の販売をすることができたということでそういったことも46月の高決算につながっているということですね。 でトヨタの北米の営業利益っていうのですけども2020年の1012月は2129億円と非常に高い水準の営業利益を上げたんですねところが今年の13月には696億円に低下してしまっていたということですこれがまあ在庫不足などの影響が出てきてるわけなんですけどもただ今度の46月は2488億円の 営業利益を北米で上げているということですということでトヨタにとっても半導体不足というのは非常に大きな影響を及ぼしているんですけれどもその影響を比較的小さく済ますことができたというのがトヨタの底力ですねで逆風のもう一つですけれども中国の自動車販売が減速しています中国の自動車販売去年から非常にあの大きく回復してきてるんですけれどもところが 5月は前年比3.1%の減少6月も前年比12.4%の減少ということでずっと好調に述べてきた中国 全体の自動車販売がです、ね、減速しているとでトヨタは中国とアメリカで販売を伸ばして非常に好業績を上げてますので中国の減速というのは一応あのアゲンストなんですねただトヨタの中国事業の営業利益は第1四半期で1327億円ということで前年同期の970億円を大幅に上回ってますのでその影響もあまり受けていないと。 いうことですで3番目の逆風なんですけども資材価格が上昇しているという影響を受けています今期はまあ鉄鋼だとか、まあ、いろんなあの天然資源が上がっている影響で生産のための資材の価格が上がっているということですねで今期今期って言ってるのは2022年3月期1年間でですね原価が 1,350億円増加するという予想をトヨタ自動車は発表しています。ま原価をずっとこう減らしていくっていうのがトヨタのお家芸で、通常ですと原価っていうのはあの毎期毎期こう少なくしていってるっていうところなんですけども。 今期はそれが1350億円の増加というふうになってますね。で、第一四半期なんですけれども、4、6月は50億円減価が増えています、50億円だけの増加となっているということですね。あともう一つ、諸経費のコストカットというのもトヨタのお家芸なんですけれども、今期は3500億円の増加になるという予想を発表しています。 でそれはあのカーボンニュートラルやデジタル化に向けた先行投資が膨らむためで通常ベースのコストカット努力は続けるんですけどそれでもあの経費が増えてしまうと原価や諸経費が増えてしまうというのがまあ3つ目の逆風だということですね。で4番目ですけど東南アジアでコロナ感染が拡大して自動車生産が滞っているという影響が出ているということですね。先ほどども申しし上げました通りに生産が滞って北米などで 感染者の在庫が減っているということが今、業績に非常にマイナス影響が及ぶ可能性があるわけなんですけれども、東南アジアの生産が停滞しているということが自動車各社にとってまた新たな不安材料になっているんですけれども、トヨタはそういったところも今のところはうまくマネージして第1四半期は高い利益を上げることができたということです。えっと、次にちょっとでですすね決算を離れてですが トヨタが開発している燃料電池車新型未来についてお話しさせていただきます。トヨタはあの最近史上最高値を株価つけてるんですけども、その背景に何があるかと実はですね。ガソリン車のメーカーっていうのは業績が良くて、株価が割安に見えてもなかなか買われないと。 将来、電気自動車などによってガソリン車が代替されるんじゃないかっていう不安があるんでガソリン車事業で高い利益を上げててもなかなか株価が変われないという中でトヨタが株価も上昇したということは1つはこれは、まあ、足元の企業業績の良さっていうのを評価してるんですけどももう1つあるのは次世代コカーとして燃料電池車水素で走る水素エネルギーで走る水素自動車ですね。 これに対すするる期待があると思います電気自動車の開発で少し出遅れたというふうに言われてるんですけども燃料電池車では現時点で世界で最も進んでいてそれに対する期待が入っているというふうに考えられます。でガソリン車に対して 何が次世代コカーとして代替してるかっていう性能を比較したのことの私の考えで丸バツつけてます私の考えですけれども能力比較する時に5つの切り口がありますまず燃料電池にどれぐらい時間がかかるかということなんですけどガソリン車とかハイブリッド車っていうのはまあすぐできる燃料電池車も水素を詰めるだけなんですぐできるわけなんですねところが電気自動車は まあ高速充電でも20分とかかかってしまいますから日中忙しい時に電気を充填するっていうのは非常に手間がかかるというのが電気自動車の一番大きなマイナス点ですねですのでまあ将来夜のうちに充電して日中はその範囲で使うっていうまあスマホのような使い方 になる可能性がありますね次、航続距離なんですけれども、ガソリン車は1回ガソリンを入れたら500キロぐらい走るんですけども、まあ、ハイブリッド車も当然走りますけども、電気自動車は当初、えー、あんまり走らないっていうことが問題視されてましたけども、今、電池の性能が上がってきて、2 300キロは普通に走りますし、あと、えー、高級な値段の高い電気自動車では、えー、5 600キロ走るっていうものも出てきてますから、かつて電気自動車じゃだめだって言われたときは、航続距離が問題になってました 今後続距離に関しては問題ないで燃料電池車も新型未来でまあ800キロとか走りますので、まあ、問題ないということですねで。インフラですけれども、インフラというのはガソリン車の場合はガソリンステーション、もうそこら辺中にありますので非常にいいということなんですけど、電気自動車、今あの充電ステーション 増えてきてますけどもまだガソリンステーションに比べると少ないということで今あの三角をつけてますねで。燃料電池は水素を入れられるところっていうのはほとんど今ないということで2つ×をつけてますけどこれですね あの今、確かにインフラは整ってないんですけども、10年後か20年後か分からないんですけども、将来、電気自動車も燃料電池車も大量生産されてコストダウンして、大衆車として普及するときには、インフラというのは自然に整ってくるというふうに考えてますから、まあ、これは今は問題ですけれども、価格の低下が進めば自動的にインフラも整っていくというふうに私は予想していますで。燃料電池車の水素ステーションですけども、今すでにあるガソリン車のガソリンステーションですね。 え、そこにあの水素も一緒に充填できるようにっていう風にやっていくっていうアイデアが今あの検討されています。最大の問題は価格ですね電気自動車もまあ、高級電池器自動車だと非常に値段が高いで、燃料電池車も全然高すぎた話にならないということですけどもまあ、これは時間がかかるとは思います。けれども、もえ将来大量生産によってどんどんコストダウンしていくということで、まあ、いつの日か大衆車になる日が。 え来るだろうというふうに考えていますまあ、電気自動車に関してはすでにあのかなり安い値段100万円ぐらいで作ることもできるんですねあの航続距離とかそういう性能を一部諦めれば値段の安い電気自動車ももうすでに作れるようにはなっています燃料電池車自体はまだ全然安いものを作ることはできないんですけどこれからのえトヨタのお家げによるえコストカットダウンというものに期待していくしかないというふうに思っています ただですね、えーと、ハイブリッド車、今や大衆車として普及していますけれども、ガソリン車よりはちょっと高いけれども、まあ、相当値段は安くなっているということですけれども、トヨタが初めてハイブリッド車というものを作った時も、コストがかかりすぎて、値段が高すぎて、話にならないと言われたんですけども、 それも長い年月をかけてコストダウンしてきて大衆車にしてきたということを考えると今の時点で非常に難しいと思われてるんですけれども高級な電気自動車も燃料電池車も10年後とか遠い将来になるかもしれませんけども大衆車として普及してくるぐらい値段が下がが下るる時があると思ってます最後にハイガスですけどもガソリン車はまあ化石燃料を使うということでツ ハイブリッド車もかなりいいわけなんですけどもガソリンを少し使うということで三角というふうにしています。で電気自動車と燃料電池車に関しては出してくるガスというものは排ガスは一切ないということで特に燃料電池車の場合は水蒸気だけですね。ということで丸というふうにしています。 で電気自動車、燃料電池車があの完璧なあの環境者といえるかということに関して、1つ議論があるんですけど、例えば電気自動車ですね、電気自動車自体は排ガス出さないですけども、電気自動車に充填する電気を作るときに化石燃料を燃やしてるんじゃないかという批判がありますね。確かに今は化石燃料で燃やした電気を使って電気自動車を動かしてますから、現時点で完全な環境者とは言えません。 ただこれも10年20年後には自然エネルギーを使った電力で人類が使う電気の全てを賄っていくという方向を進めていきますので電気を自然エネルギーで賄うという方向と自動車を 電気で動かすという方向、これを同時に進めていくということが、将来の持続可能な環境のために必要だというふうに考えられているということで、まあ、現時点では化石燃料の電気を使っているんですけれども、将来のことを考えて電気自動車に切り替えていくということが、環境政策として正しい方向だというふうに今現在は見なされているということですね。で以上お話ししましまたけども電電気自動車車と燃料電池車 両方とも大衆車になった時にどちらがより魅力的かということを考えると実は私は電気自動車よりも燃料電池車の方がはるかに魅力的だというふうに考えてます。というのは一番大きな問題は燃料充填の時間ですね。 電気自動車はどうしても燃料充填に時間がかかりすぎるんで、それが最大の問題として最後まで残るというふうに思ってます。でも燃料電池車は充填の時間が非常に早いんで、将来ガソリンステーションに水素があの気軽に充填できるというようになれば、燃料充填時間早いということで、非常に使い勝手のいい車になるというふうに思います。あともう一つ問題があるんですけども、電気自動車というのは、 非常に重いものを運ぶのは苦手ということですねトラックとかバスとかあとは非常に重いものをたくさん積んで 動かすのはあのはは電気というのはあまり得意ではないまた将来ですね、まあ、できるかできないか技術分かんないんですけども飛行機をですね化石燃料じゃなくて電気で飛ばすことができないかっていうことを考えた時に今の電気自動車と同じような蓄電池に電気を積んで飛行機を飛ばすっていうのは現実的じゃないんですね蓄電池にはあまり大量のエネルギーを貯めることができない飛行機を飛ばすほど。 飛行機を飛ばすぐらい必要なエネルギーを貯めようと思ったら電池自体がすごく大きくなってしまうので重くなってしまうのでそういう意味では今のような電気自動車の仕組みで、えー、電気で飛行機を飛ばすということはほぼ不可能だというふうに思われるんですね大型あの飛行機をですね。えー、それに対して、えー、水素ならば 狭いところにかなりのエネルギーを止められるんで水素を積んでその水素で発電しながら飛ぶっていうことなら将来技術的に可能じゃないかとこれもあの将来の技術開発によってできるかできないかってことは現時点ではっきりは言えないんですけども可能性としては水素ならば飛行機を飛ばせるかもしれないんですけども電気を積んでいる蓄電池では難しいんじゃないかというふうに考えられます。同じように自動車も あの水槽を積んで走ることになればかなり重いものを運んでいくということもできるのでトラックとかバスなんかは電気じゃなくて水槽自動車になるんじゃないかというふうに考えられます。まあ、このように将来値段が下がって大衆車になったらということなんですけど電気自動車よりも燃料電池車の方がより魅力があると。 その燃料電池車においてトヨタが今世界で最も進んでいるということがトヨタ自動車に対する期待になっているんだというふうに思います。まあ、これってあの将来まあ10年とか20年先の話をしているわけなんですけれどもどうしても株っていうのは先先先と織り込むものですからガソリン車で今高い利益を上げて高い競争力を持っているんですけども株式市場のテーマとしてはこの燃料電池車。 電気自動車自動運転でトヨタがどれだけ先行けるかということが株価が上がる下がるにとっては最も重要なことになるんじゃないかというふうに思っています、えー、以上ご清聴ありがとうございましたなお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録お願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますありがとうございました